こんばんは。バケツ見に来ました。バケツバケツ、バケツこんな感じ。じゃーん、こんな感じ。買いました。最強買ったやつ、早く使わなきゃ。で、明日使うことにした。そう、意外とちゃうとね。そうなの。こんばんは。さあ、これからカレーを作ります。じらされたバケツ、そうね、今度使ったら使い心地教えてあげる。今日はなんとですね、アミちゃんがカレーをくれてたんですよ、前に。これだから、せっかくならカレー作ろうかなと思って、じゃーん、ナンを一生懸命作ろうと思います。イエーイ。これは大変だぞ。すごい時間かかるみたいなんで、もう作ります。頑張ろう。作り方、ボウルにナンミックス、水 100ml、 サラダ油小さじ1杯入れて、まとめてください。だって、はい、じゃあ私頑張ります。本当に不安、できるかな。私結構ちょっとドキドキしてるんですけど、とりあえずこのボールで作っていきたいと思う、私は。さあ、アミちゃんがね、何の時だっけな、何かの時にくれたんだよね。何の時にくれたか忘れちゃったんだよ。大事な大事なそのタイミングを忘れてしまったんだけど、これ残しとかなきゃ。で、水を100入れます。お、あの、入れすぎた。100はこう、もうちょいだ、もうちょい、これくらいかな。よし、入れていきまーす。100ほい。そしてオリーブオイル、サラダ油小さじ1杯ですね。さあ、いきましょう。これを入れたら、ねりねりしていくんだって。あ、シリコンベラないわ。ちょっとシリコンないんだけど、え、これでいけるかな。シリコンないな。いや、いけるよ。まとまるように頑張ります。楽しい。今日は作っていくぞ。
結構時間かかるらしいからさ、ちょっと私どれぐらいの時間でできるかわかんないんだけど、頑張って姉ちゃん帰ってくる前に作れるように頑張ります。いやなんかね、実家であるものがさ、ここにないことがすごい多いから、結構ああ変わんなきゃっていうのって後々出てくるね。結構ね、まずはヘラでまとめるって書いてある。たらその後手でこねる。でこうまあ大体いけたらいいかな。それで今日家に豚バラしかないから、バターチキンって書いてあるんだけど、バターポークになります。やっぱ手でやろう。諦めた。手がいい。やっぱ手でやります。手でこねた方が絶対早い。バースデーイベントの曲を今日はずっと練習したんだけど、めっちゃ不安です。大丈夫かな、うまくできるかしらって思いながら今日やってました。おお、お、結構あれだね、すごい弾力だ。いや中辛だ、そんなに辛くはないかも。あ、甘口に近いです。割と辛さはカレーも作っていくでよ。これフライパンでできるんだって、すごくない？これどうしたらいいの？滑らかになるまで5分手でこねます。これなるかな、滑らかに。ちゃんとみんなとおしゃべりしていけばそれなりに5分は経つだろうな。滑らかとはっていう感じだね。結構滑らかってどんぐらいだろう。え、穴開いた、ショック。飲もうかな。できたっしょ。OK。 じゃあこれはラップをかけて、あ、4等分にして生地を丸めてだって。ちょっと待って、
今から4等分にして生地を丸めます。最悪、もう手袋いらないかと思って捨てちゃった。よし、これ4等分にして丸くするってどんな感じ。わえ、おいしそう。丸めるって書いてある。ちっちゃ。この4つをラップに、ラップで返すんね。 OK、 ラップして、ラップして10分寝かせます。その間にカレーを作っちゃうよーってね。ナンを今こねたので、次めちゃめちゃ難しいんだけど、んそう、これがソースベースか。え、でも先に入れろってこと。肉がバラ肉しかないんだけど、バラ肉先に食べたくない？バラ肉先に炒めさせて、やっぱり。いや大丈夫だ、これに、いや平気だった。よし、なんかこれを先に入れて大丈夫な気がしてきました。水をこの後に加えるらしいので、そんなによくわかんないけど大丈夫っぽい。さあ入れてまいろ。ちょっと待って、やっぱり肉炒めたかったかもしれないな。だって鶏肉が高かったからさ、買ってなかったんだもん。バラ肉しかこの家にはないのだ。説明書通りにやるか。したら煮立って、君煮立ってくれ、頼むよ。したらバラ肉入れるんか。いつもエプロンしない。うん、全然しないです。
ら嫌だから。煮立ってきたら入れるだからね。よし、OK。グツグツ。お水を100ミリ用意しとこう。うん、いい感じ。これを危険だって、レシピ通り。いや、一応レシピ通りにやると肉を、バラ肉を炒められないんだけど、いいかなと思って、もうやっちゃったよ。ちゃんとレシピ通りに行かせていただきます。頑張れ、焦げないでね。よし、豆乳、バラ肉たち、まさかのバラ肉ですけどね。まあ大丈夫でしょう。OK。 そしたら一回バラ肉ちゃんです、シールドの方にまあ、で、肉が白くなるまで待ちだって。はい、よし頼むよ。焦げそう、不安。感じ。グツグツいっておりますね。ちょっとさ、白くなるまでってこう分かんないや。カレー色に染まっちゃってて。怖すぎ。4、5分だって。大丈夫かこれ、焦げないでね。ドキドキしております。あ、でも本当は大丈夫だ。肉ちゃんと白くなってきた。大丈夫そう。4、5分か。まあでも豚バラだから速攻に火通るっていうことね。確かに。ちょっと2分ぐらいグツグツしたいと思います。うん、換気扇は忘れた。姉ちゃんに怒られる。焦げないかな、大丈夫かな。あ、肉いい感じ、めっちゃ肉いい感じ。超いい匂いするんだけど。あー食べたい、早く。あと1分、あと1分ぐらいですね。よし、ポークカレーになっちゃった。よしよしよし、めっちゃいい感じ。カレーが超いい匂いする。頼む、うまくいってくれ。いや、もう絶対いける。もう水入れよう。 OK。 はい、
見えちゃった。見えちゃいました。これで15分ほどですね。かき混ぜながら煮込みます。超弱火でやりますね。よし、煮込んでいきます。オッケー。いい感じ。いろいろ。ドキドキ、ちゃんとできるかな。やっぱカレーにしようかなって。やっぱカレーいいよね。すごいさ、カレーって言葉聞くだけでめっちゃそそられるよね。カレー食べたいなってなるよね。めっちゃわかります。肉たちの旨味を出てくれよ。あ、おー、いい感じ、いい感じ。美味しそう。かみちゃんがカレーくれたからこれ作れるの嬉しいな。ちょっととろみが多いな。とろみじゃない、あの水気が。まだまだ煮込みたいところですね。甘いカレー、私もね、甘すぎるカレーはあんまり好きじゃないかも。あの逆に辛すぎるカレーもそんなに食べないけど。よし、あと30秒で寝かせたナンが帰ってきます。まな板の上に生地をのせ、麺棒を使って伸ばす。はい。これさ、小麦粉引いた方がいいよね。小麦粉引こうよ。来た。小麦粉引きたい。焦げない？大丈夫？5分煮込むんで、ちょっと、うわー、めっちゃいい匂い、これやばい。もうちょっとグツグツしますね。小麦粉ひきたいと思います。なんか帰ってきました。はい、ちょっと小麦粉をひきたいと思います。ナンを作っていくぞ。軽く小麦粉ひいときゃ大丈夫っしょ。さあ、ナンよ、いでよ、いでよナン。この子たちはちょっとこれ必要かもしれない。置いておこう。そんで、あれがないのよ。これが。だからなんかこれを見つけたからこれでやろうと思う。だから、一回。焦げない？大丈夫だ。一回
の全体的に伸ばそう。これでラップを上からかぶせて、このあー切れた、ラップダメだ。いや逆だな、これにラップを巻いた方がいいかもしれないね。これでいこう、これにラップを巻いていこうと思う。あれ、これにラップを巻いて、これで行こうと思う。よし、頼むよ。ちゃんとやってくれるかな、大丈夫かな。あめっちゃむずいじゃん。伸ばします。あ、でもいいよ、めっちゃいいよ。小麦粉まぶすか、これに。あ、すごいいいと思います。細長くなってくれ。あ、いい感じ。どうすんの？そういえばこれ伸ばしてどうすんだろう。なるほどね、これをフライパンに乗せて焼くのか。これ1枚だけしかできないの、ナンは。姉ちゃん、いやむず、あーちょっと待って、無印のなんです。わかった、いや半分にしよう。うん、ちょっと姉ちゃんと、あ、包丁欲しい。姉ちゃんの分と私の分で半分にしよう。こっちの方が伸ばしやすいし楽ですね。とりあえずこの子待機。よーし、めっちゃ伸ばしそう。え、でもいい感じに伸びてる。見せたい、超いいんだけど。いい感じ。見て、ほらこれ半分だよ。もっと伸ばそうよ。これフライパン入らんもん。フライパン入んないよこれじゃ。じゃもっと、もう 2枚にしちゃおう。これも 4等分にしちゃおう。それもっと伸ばしよう。これもう焼くだけ、フライパンで。めっちゃ簡単じゃん、超楽しいんだけど。
一枚なんか完成。やばい、焦げそう。カレーが怖い。ねえ、やばいな。もう一枚ぐらいしか乗せられないんだけど、大変だ。よし、2枚ずつ焼いていくか。あ、これもうカレーにこれを入れます。ガラムマサラ、これ何なんだろう。はい、ガラムマサラを入れて2分煮込みます。わあ、すごい、うわ、いい匂い。これガラムマサラやばい。煮込んでいきます。カレー間もなく完成ですね。じゃあナンはどうかな。ナンはやばい、本当にめっちゃ伸びる。えへすごい、めっちゃどこまでも伸びるじゃん。2枚目ね、入んない、全然。試着しよう。ダメだ、全然ナンが入らない、伸ばしすぎたかな。入る分だけいきます。これ焼くよ。1分2分。とりあえず次はこれを焼きたいと思います。で、まだまだあるのでこっちの分厚い方も伸ばしていくよ。でも多分またでかくなっちゃうから切っておくんだから分かったぞ。よし、これむずいな。よいしょ、あ、OK、カレー OK、 カレー完成。え、いい感じじゃない。でもなんかうまく、これもちょっとでかいかもね。できてる。なあ、ひっくり返します。てい、あ、まだだったもこもこしてきたらって書いちゃってからひっくり返しちゃった。まだだな、全然色ついてない。びっくりした。いい感じです。ゆいたろうちゃん、ありがとうございます。たるまいただきました。びっくりした。
徐々にいい感じになってきております。よいしょ。食べたい。めっちゃ美味しそう。ねえ、焦げたんじゃない？ちょっと待って。さすがに。いや。わあ、おいしそう！すごい！めっちゃいい！色が。早くみんなに見せたい。ちょっと、ナオは全部焼いちゃうと。カレーちゃんの方の準備もしていかないと、ね、え、本当に美味しそう。今日はカレーだ。これに入れていきます。皿がでかい。皿がでかいが、これでナンができたと思います。見てください。完成しました。今日のあやちゃんカレーです。お、見えない。ほ、なんです。カレーとなんができました。どうだろう、めっちゃ美味しそうなんだけど。ちょっとせっかくならね、出来たてをちょっといただきましょう。じゃあいただきます。うーまっ。すごいじゃん。めっちゃ美味しい。あみちゃんありがとうだわ。え、素敵。写真撮ればよかった。
めっちゃ美味しいやん。30分でできたじゃん。めっちゃ食べちゃうんだけど。ナンがやばい。ナンがめっちゃ美味しい。無印のカレーをみんなにおすすめしたい。やばいやばいやばい、なくなっちゃうよ。これ出来たてだから美味しいんだな。これやばいね、めっちゃ美味しいや。怖いぜ。素敵。幸せ。みんなこんな簡単にカレーのナンが家でできるから作ってみてね。無印のカレーの素敵な美味しさに気づきました。ちなみにナンもこんな感じで続々とできております。どうしようどうしよう。ちょっとナンは時間かかるね。全部できたらめっちゃ美味しいじゃん。すごい感動しております。嬉しいね。みんな同じの作れるよ。簡単に簡単にできるから。見てみてね。ほうれん草カレー、すごいや。美味しすぎて本当にびっくりした。ちょっと素敵すぎない？ラストラン行きます。ということで皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。家事のナン作りはどうでしたか？いい感じでしたか？すごい美味しく、びっくりした。こんなに美味しいんだっていう。無印良品また自分でも買おうかなって思いました。写真撮る前に食べちゃうっていう奇跡を起こしちゃったけど、次の配信は20時からですね。もうほんと割とすぐなんですけど、また見に来てください。よろしくお願いします。カレー食べてほしい、みんなに。ありがとう。それではお手を拝借。1位はスミさん。ちょっと待って、私ギフト全然読めてないけど読みます。フィンレイくん、ホージローくん、あ、待って、ホージローくんめっちゃくれてるな。じゃあホージローくんに裏話を。ほうれん草と大根を使って何かやろうと思ったんですけど、カレーを見つけた瞬間カレーが食べたくなっちゃったので、もう一瞬にしてカレーにしちゃった。マー君、ゆいたろうちゃん、マー君めっちゃ覚えてる。てっちり君、うわありがとう。気絶くんだ、あ、いつもありがとうね。フィンレイ君もありがとうございます。たくさんの方が応援してくれました。そして1位はすみさん、ありがとうございます。20時からの配信も楽しみに来てしてくれると嬉しいです。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう。バイバイ。お、あゆうくん、ありがとう。またねー。